本で初めてコーヒーコーラが販売されたのは2001年であり、販売元は上島コーヒー UCC でした。こちらも期間限定でしばらくしたら販売中止になったものの、コーヒーとコーラの組み合わせに多くの人が衝撃を受けました。ではどうぞ。日本で限定販売されているコーヒー入りコーラを試飲したビデオが話題になっていました。コーラにコーヒーを加えてカフェインを増した斬新な商品で、海外メディアでも取り上げられて注目を集めています。そんなに、ほんの不思議なコーラに、海外からは多くのコメントが寄せられていました。カナダにはないから、日本に来るまで缶コーヒーを知らなかった。すごく美味しいと思う。人気の缶コーヒーとコーラを合体させた。自販機でしか売ってない。コーラは 8mg のカフェインが含まれる。これは 34mg。 すべてに入ってるわけじゃないから探すのに苦労した。コカ・コーラの自販機に入ってた。比較のために普通のコーヒーも買った。コーヒーコーラボス、ダブルインパクト、キリン、ファイアブラック。匂いはコーラだけどキャラメルもかっぽい匂い。ほとんどコーラだけどわずかにコーヒーの味がする。もともとコーラもキャラメルだし、ローストの仕方によってはコーヒーもキャラメルっぽくなるから。すごく美味しい。普通のコーヒーはこんなに香りが良くない。甘いキャラメルの香りがする。ファイアブラックは苦味のあるコーヒーの香り。ダブルインパクトは美味しい。滑らかな味。ブラインドテストしようかと思ったけど、全然違うから意味ない。ボーイフレンドに飲ませてみる。コーヒー代わりにいいかも。甘いコーラでカフェインを取りたければ。それにコーラよりカロリーは低い。ダークチョコレートのような味もする。すごく複雑。美味しかった。限定商品だから買いだめしよっと。海外の反応。シャンパン用のグラスでコーヒーを飲んでて笑った。すごく美味しそう。ダイエットコーラバージョンも作ってほしい。めっちゃコーヒーコーラを飲んでみたい。カナダにも売ってればいいのに。日本の缶コーヒーは安いね。アメリカの缶コーヒーはどれも4ドルくらいだよ。日本にいた時はボスのコーヒーを毎日飲んでたよ。めっちゃ恋しい。アメリカのコーヒーとは比べ物にならない。日本の缶コーヒーはどれもすごく美味しいってのは同意する。残念ながら昨日飲んだ UCC ブラックは苦い水みたいでがっかりしたけど、コーヒーはめっちゃ濃いのが好きだから。夫がコーラコレクターなんだよね。ここにないのが残念すぎる。ここは砂糖を使った瓶入りのメキシコ産コーラがあるよ。コーンシロップのコーラは好きじゃない。多分日本も砂糖入りなのかな。コーヒーは苦手だからこれなら飲めるかも。カフェインたっぷりのコーラ欲しい。どうして俺は日本に住んでないんだ。コーヒーを入れるだけで同じ味になるかな。コーヒーと混ぜて同じ味になるか試せばいいのに。シャーラのシーンで笑ってしまった。シャーラの顔が。コークの密売人で爆笑した。全部飲んでるのが信じられない。すごいカフェインの量だよ。みんなコーヒーとコーラを混ぜて飲んでるよ。シングルかダブルエスプレッソを混ぜるのがいい。すごく美味しそうだね。アメリカにはマンハッタンスペシャルって飲み物がある。コーラにエスプレッソを入れたもの。すごく美味しいよ。ファンタとコーラを混ぜると最高だよ。やってみたらいい。スターバックスで働いてて抹茶レモネードが大好きなんだよね。飲んだことないなら飲んでみた方がいいよ。さっぱりしてて元気が出る。美味しいものは全部日本にある。食べてみたいものがいっぱいありすぎる。いつか行くのが待ちきれない。今は低カフェインのソーダで我慢するよ。ホットなコーラなのかと本気で思ってた。コーヒーコーラの作り方はスーパー簡単です。アイスコーヒー 30% とコーラ 70% を前合わせて氷を入れれば完成です。もはやファミレスのドリンクバーでも作ることができます。好みに応じて
コーヒーとコーラの割合を変えたり、アイスクリームを上に乗せてみたりとアレンジしてみてもいいです。最終的に出来上がるのは苦い炭酸です。少しノンアルコールビールに味が似ていますが、ちょっと違います。コーヒーの原型はほとんど残っていないので、あくまでコーヒー風味の別の飲み物として楽しむのがいいでしょう。当然好き嫌いが出てくると思うので、味が好きになれない人も多いかと思います。